DeNA ヤクルトの長蘭打線24点、ボノセファンの反応。横浜優勝やろ。今日雨でバンテリン以外中止。横浜は疲れ引きずらなさそうでよかった。5月ヤクルトの防御率破壊えぐいやろ。巨人、DeNA だけじゃなくてヤクルトの防御率まで破壊してるやん。世界の火薬庫が帰ってきたんやって。横浜あれだけ得点して全員安打しなかったんやな。ある意味すごいわ。真面目に神宮欠陥やろ。ここまで来るとバカ試合でもしらける。横浜強いな。もうこのまま首位キープかな。阪神との差が広がらない。中日なんで柳に勝たせて当てられなかったんや。乱世になってきたやん。中日も3位まで射程圏内やん。宮崎の長打率805ってバグってるやろ。阪神横浜の首位争い、巨人中日の最下位争い、セリーグ面白すぎる。強打のメッキがどんどん剥がれてきた。横浜は投手のチームやけど、なんなら殴り合いもできる。が中日との差感じるわ。評価高いから登録したんやろうが、同点8裏2番手で出てくるとは参上も信頼されてんな。宮崎はフラレボを完全に得した感じだな。突き刺さるようなホームランはほとんどなくて、だいたいふわっとスタンドまで運んでる。ヤクルトがいろんな指標をぶっ壊しながらやってくるからな。震えて眠れ。横浜は乱打戦と投手戦どっちも対応できるのが強いな。コミュニティで期待の選手や使ってほしい選手、各球団の話などプロ野球ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。どの球団のファンの方も大歓迎です。ぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。